出口を塞がれたのか。ここは全くの異次元なんだ。ただのダンジョンじゃない。クリアするまで出られないってこと。ひどい悪臭だ。これは獣タイプの魔獣かも。狼、ゴブリン一匹ですら厳しいってのに。ここまでなのか。こんな雑魚すら俺より強いとは。負けられない。命拾いしたのに、こんなとこで死んでたまるかよ。いけるぞ。できるんだ。レベルアップすると能力値が5ポイントアップするのか。強くなれるんだ。さてとどうしようか。ボスを倒すまで外には出れない。異形とはいえボスを倒すのは可能かも。その前に死ぬかもしれないけど、怖がることはない。死んだのも経験したじゃないか。熱く戦おうぜ。生きている限りこの上の毛熱く。邪魔だ。
そうだろう。ここで諦めたら何もかも終わりなんだ。いつまでも下を向いてるわけにはいかないんだよ。強くなれるのならばこのふざけたルールにだって従ってやる。負けられない。邪魔だ。負けられない。最後のチャンスだ。俺の判断にかかっている。虐殺者か。いいな。意外と楽に帰還石が手に入ったな。帰ろっかな。でもこんなに強くなれるチャンスはもう来ないかもしれない。帰還石を使うとこのダンジョンは消えるのか。どうであれ俺は得体の知れない何かの支配下にあるようだ。もしかしてあの下にいるやつなのか。直感でわかる。あの下にいるのは怪物。しかもいくら俺が強くなったって言ってもあいつに勝てる気がしない。前に進むか引き返すか。俺は負けない。やってやるぞ。いつもの駅の面影通路だ。ダンジョンのボス。鱗で覆われていてこの断剣じゃ歯が立たない。あの分厚い鱗をどうすれば。強くなるんだ。そのためにここまで来たんだろう。俺の判断にかかっている。
やっぱそれでも俺、少しは強くなったみたいだな。俺だって、やればできるんだ。はじめまして、新入社員の川上真由です。ハンターの皆さんに新しくできたプログラムのご案内をしています。説明はお聞きになられましたか？初めて聞きました。どういうプログラムなんですか？このプログラムを使用すると、攻撃隊員を募集したり、手軽に装備の確認をすることができるんです。気になりますよね？よかったら見ていきませんか？よし、それ！私と組まないか？さんの携帯電話にもインストールしておきましたので、いつでもご確認いただけます。もしバグや改善点があったら私にこっそり教えてくださいね。あ、そうだ、公式ハンターコミュニティでは個人情報保護のためにニックネームを使うようにしてるんです。ニックネームを決めていただけたら私の方で登録させていただきます。よし、行こう。諦めちゃダメだ。
ハンターに気づかれちゃまずい。今はこのくらいにしておこう。邪魔だ。最後のチャンスだ。俺の判断にかかっている。俺は負けない。俺は確実に強くなっている。奴の防御さえ無力化できた。勝てる。岩を突き破る強力な一撃を加えるんだ。俺は負けない。成長するハンター、どこまで強くなれる？俺は…おじけづくなんて、情けなくなったもんだな。違う！ E 級ハンターだった俺が強くなれたのは、運が良かっただけか。違うなら、証明してみせろ。Yes!
前とは違うんだ。絶対に諦めない。これからはどんな時も前を向き続けて、俺はもっと強くなる。諦めちゃダメだ。俺の判断にかかっている。負けられない。諦めちゃダメだ。新しいゲートが観測されました。攻撃隊の募集をお願いします。わかりました。ゲートはたくさんの資源を獲得できますが、危険な場所です。今後のご活躍を期待しています。それじゃあ、行こう。やるか。終わりだ。くらえ。傷に突き刺せ。どこまでレベルが上がるか楽しみだな。正面遅い。終わりだ。傷に突き刺せ。想像以上に強敵だ。丸見えだ。もらった。終わりだ。正面だ。遅い。こっちの番だ。無駄だ。終わりだ。正面だ。遅い。後ろからサポートします。そこだ。燃えてしまい。悪くない戦いだった。